はい、こんにちは、三好です。今回はですね、肩こりを解消する方法を紹介していきたいと思います。多くの方が肩こりね、悩まれてると思うんですけれども、軽い肩こりっていうよりは結構慢性化した肩こりの場合、いろいろ原因はあるんですけれども、多くの場合は深いところにある筋肉がカチカチに固まってしまっていると、それが原因で肩こりがなかなか治らなくなってきて、それが原因でこう頭痛が出たりっていうことも起きてくることがあります。一般的にこう肩こりがひどくなってくると、こう表面をね、こうやって揉んでこうやりたくなると思うんですけれども、表面の筋肉はほぐれるんだけれど、そのもっと深いところにある筋肉は実はほぐれてないんですよね。だから表面はふにゃーっとしてきてるんだけど、その下にある層がカチカチに固まってるから、ここで血の巡りがこう悪い状態がずっと続いてるので、ここで凝りを感じてるんですよ。で、もっと凝りがひどくなってくると痛みになって、ずっとここが痛いみたいなね、感じの方もいらっしゃいます。なので、しっかりと深いところの筋肉をほぐしてあげれば、そこの血の巡りがしっかり良くなってきて、この辺のね、重ったるさっていうのが良くなってきますので、今回は、ね、一緒にね、そこをしっかりとほぐしていきたいと思います。じゃあ初めにね、肩の上げ具合、上げやすさ具合、こうやってね、上げ下ろししてちょっと確認してみましょう。あとは腕上げて下ろしてってやってみて、上げやすさどうかなって確認しておいてください、で、やった後もう一回確認してね、やりやすくなってればほぐれてきてる証拠なんで、はい。さあ、今日やっていきたいのは棘上筋っていうね、筋肉がありまして、結構ねちっちゃい筋肉なんだけれど、肩甲骨の深いところにくっついてる筋肉で、ここが凝り固まっちゃってると結構ね肩こりが治りにくくなってる人もいるんですよね。なので、そこをね今日はピンポイントでやっていきます。で、他の筋肉に関しては他の動画でやっていきます。肩甲骨こう後ろにベッとこうありますよね。この辺りそう触ると、骨がね、こう、肩の方から、こうやって、あるの分かりますかね。こう触ると、こう、ボコッとしてるやつがあると思うんだけど、そこの上ですね。そこの一個上。そこに、棘上筋っていう筋肉があります。まあ、大体僕の肩で言うと、この辺ですね。この辺にくっついてます。はい。で、ここを、指先4本で、グッと、押してみてください。グッと。で、押すと、場所によっては、ビーンとこう響く感じがするとか、うわ、ここ押すと肩に響くとか、あ、頭の方にまで響くかもっていう方もいらっしゃると思うんです。その場合はここが原因で肩こりとか、まあ、頭痛が起きている可能性はあります。僕の場合はまあ大体この辺をが結構ねゴリゴリしていてしこりになってるんですね。だからこのしこりが原因で肩こりがひどくなっている可能性があるので、ここを緩めていくというイメージです。ボコッとした骨の上をですね、こうやって外側からこう辿るようにして、どこがなんか硬い感じがするかなとかチェックしてみてください。立ってるところが分かったら、そこをね緩めていきます。で、まずね外側からね、指4本、こうに刺していただいて、で、ここをグーッとね押していきます。10秒ぐらいねキープしてほぐしていきましょう。グーッとね、こんな感じでと押してあげると、押してあげてグリグリグリとやってもいいし、で、結構その表面というよりは棘上筋肉深いところにあるんで、しっかりとこうね指先をねクッとこう深いところに入れてあげるつもりでね、やってみてください。グーッと、で、だいたいまあ効くなーって感じがしたらそこで止めて、ほぐして、ちょっとじゃあ隣ずらしてやっていきましょう。またこの隣にずらしたら、ここグーッと押していく。で、押してあげて、まあじわーっとね、まあ効くなーって感じのところやったらゴリゴリゴリってこうやってもいいし、こんな感じでほぐしていく。で、またちょっとずらして、で、またグッと押して、で、そのゴリゴリしてるやつが見つかったら、そこをグリグリグリとほぐしていく。で、まあ大体10秒ずつぐらいでグリグリグリとやってあげると。で、あんまこう時間かけすぎると指がね疲れてくるんで、まあ疲れない範囲でねやってみてください。まあ疲れたらちょっと休み休み、よし、オッケー。こんな感じです。まあ簡単ですよね。まあ筋肉1個だけなんでね。まあ簡単なんですけど、こんな感じです。一回ね、右側終わった時点で、右側と左側の上げ具合、上がり具合ね、ちょっとチェックしてみてください。で、そうするとね、右側と比べて左の方がまだ重いなってこう、ね、感じると思うんで、そこをね、今度ね、またやっていきましょうということ。ちょっと今ね、指が疲れてると思うんで、今度反対側やっていきましょう。まあ反対側もね、やり方は同じですね。この肩甲骨の後ろのこの出っ張った骨をこう刺すってあげて、
あ、この辺出っ張ってるなって感じるところがあったら、その上、ね、この肩甲棘っていう骨の際の部分ですね、上のね、上の際の部分です。そこを指先4本使ってここで捉えてあげる。でここでグッと押していく。でそうするとビーンとこう響くところがあったりとか、結構ここを押すと気持ちいいなーって感覚があったりとか、ちょっと痛いなーって感じるところがあると思うので、そこをグッと押してあげる、うん、でちょっとじわーっときたら、そこで揺すってあげましょう。ぐるぐるぐりぐりっと、まあ揺すなくてもほぐれるんですけどあの揺すった方がほぐれ、まあよりやりやすいというかね、ほぐしやすいんで、うん、でまあこんな感じでやっていく。そう、それでまあ大体10秒ぐらいかな、数えてあげると。でまあ10秒ぐらいやったら、また別のところに移動してやっていくって感じですね。よーし、 OK かな、10秒ぐらいいったかな。はい、そしたらまたちょっとずらして、その隣、そこゴリゴリしてるのあったら、まあゴリゴリこうやってね、こう上下にずらすとゴリゴリっていうのが見つかる可能性があるので、ゴリゴリしてるのを見つけたら、その上をグッと押していく。で押してあげてキープで、グリグリグリっとやってもいいし、10秒ぐらい風。そう、そう、同じ側の手でやってもいいですね。今こっちでやって、反対側の手でやってましたけど、こっちでもできそうであれば、こっちでもで、右手疲れたら今度左手でみたいな感じ、ちょっと交互に分けながら、でその隣行きます。グッと押して、でグリグリグリっと、こんな感じで緩めていく。でなるべく肩甲棘って、その骨のね、出っ張ったところの際をしっかり狙って、でじわーっと深いところを押していきます。そうそうそう、こんな感じ、まあ、シンプルなやり方で簡単だと思うんですけど、うん、まあ、こんな感じです。で、まあ、せっかくなんでもう1セットずつやっていきましょうか、はい、うん、でこの端っこね、このボコッとところ触って、その上こう押します。グッと、でじわっと、で10秒ぐらい、まあ、10秒でやってますけど、20秒ぐらいでもその疲れずにできるんであれば、まあ、それぐらいやってもいいんですけど、まあ、自分で、まあ、まだちょっとほぐれてないなとか、もうちょっとやりたいなっていう場合はね、自分でちょっとアレンジしながらね、やってみてください。はい。じゃあ今度その隣、グッと押して。うん。で、その隣。で、疲れたらちょっと反対の手でね。こんな感じ。なんかこう押すマッサージ機みたいなのがね、ある人はね、それでやってもいいと思いますけどね。うん。なんかこういう100均とかでもこう売ってるような、このフックでこうね、押してグッてこうできるような、ああいうのでもいいと思います。はい、じゃあ反対側、この辺から狙ってグッと、じわーっと押して。さあ、そうそうそう。で、この筋肉の繊維にこう沿ってね、こうやってこうやってあげてもいいですよ。こんな感じ。さあ、その隣行きましょう。グッとして。10秒ぐらい。よし、じゃああと1回かな。最後、内側。グッとして。よし、はい、こんな感じです。はい、こんな感じでね、マッサージなんですけど、ちょっと腕の上げやすさとか、初めと比べてどうか、この辺の重ったるさどうか、上げ下ろしした時、まあ、さっきよりもね、こう筋肉がほぐれてる分、あ、上げやすくなったなとか、うん、凝りの感じが多少、まあ、さっきよりも
楽になったなっていう感覚があるかなと思います。うん。僕も実際ね、まあさっきよりもちょっと軽くなったなっていう感覚があるので、まあこんな感じで、ね、その凝ってる場合は、ぐーっとね、深いところを意識してほぐしてあげると、だんだんその凝りが取れてくるとね、この辺の重ったるさがなくなってきますんで、ぜひ試してみてください。それ以外にもね、肩こりにつながってる筋肉って、やっぱりいろいろあるんですよ。今回ピンポイントでそこやりましたけど、それ以外にもね、肩こりにつながってるポイントっていろいろあって、慢性的な肩こりの場合は、一つの場所がほぐれると、他のところも固まってるので、他のところが今度凝りを感じやすくなってきたりとか、そういうふうにね、こう場所が移る人結構多いんですけど、そんな感じでね、他にもポイントがあるので、また他の動画で、凝りのポイントね、紹介して、そこもね、一緒にほぐせるようにやってきますんで、もしチャンネル登録ね、していなくて、肩こりをね、これからまた解消していきたいっていう場合はですね、ぜひね、登録していただいて、次回の動画もね、一緒にやっていただければと思います。はい。こんな感じで、僕のチャンネルでは、肩こりとか、首こりとか、頭痛とか、腰痛とか、皆さんがね、悩んでる、ポイントをね、つきながらね、紹介していきますんで、体の調子を整えてね、毎日をね、ストレスとか痛みとか、なくね、元気にね、過ごしていきたいっていう場合はですね、ぜひね、これからも一緒によろしくお願いします。僕は神奈川県の藤沢市で整体サロンをやっています。もしそういう慢性的な肩こりとか首こりとか、頭痛とかね、腰痛とか、いろいろ悩みがある場合はですね、もし近くにいらっしゃる場合は、ご相談いただければ、早くね、そのお悩みを解決することにサポートすることができますので、お悩みの場合はぜひ一度ご相談ください。下の方にね、ホームページのリンクを貼っておきますんで、ぜひそこからね、チェックしていただいてご予約いただければと思います。それではまた更新します。最後までご視聴ありがとうございます。